函館競輪場で利用できる電子マネー、 e スマートクラブの協賛店や競輪情報をご紹介するめぐりんクラブ。今回は函館競輪場の公園広場をご紹介します。函館競輪情報ということで、今日はお外にやってきました。リンリン気持ちいいね今日ね。実はこちら競輪場には公園広場というところがあって、なんとなんとちびっこが遊べるスペースがあるんですよ。知ってましたか皆さん。今日はねリンリンとちょっと遊んでみたいと思います。そしてやっぱりね競輪場ということで、見て見て見て、ほら自転車、いろんなね種類の自転車がねあるんだよ。でねすごいの、普通の自転車じゃないの。例えばこれはねブレーキなかったりするんだよ。でこれは普通にこう進む感じに見えるけど、ペダルがないの。っていうことはペダルを踏まずに違う力で進むという自転車で、これもまたちょっと違うんだよね、ペダルがないので、これは、まあ、四輪車、ちょっとペダルがちっちゃいんだけどね、不思議な自転車がいっぱいあります。楽しそうだよねリンリンね、ちょっと乗ってみるで実はあそこ競輪のミニバンクがあります。なのでちょっとリンリンと一緒に自転車で競争してみたいと思います。というわけでめぐ姉さんとリンリンは自転車競争をすることに。絶対リンリンに勝ちますからね、見てくださいね。はい、それでは行くよリンリン、リンリンとの自転車競争スタート。よいしょ、ひゃっ、あ、難しい難しい難しい、あ、オッケーオッケー、めぐ姉さんの勝利。リンリンはまさかのコースアウト。リンリンさん、いつもさ怒ってばっかりだけどさ、本当はリンリンのことが好きなんだよ。なんてね、嘘だよあーリンリン楽しかったね。ちょっとめぐ姉さん足がちょっと痛くなっちゃった。リンリン大丈夫？大丈夫？元気？元気大丈夫？あーすごい、公園広場意外と遊べます。ぜひね、小さいお友達ご家族連れでぜひね楽しんでいただきたいと思います。そしてなんと3月1日に競輪場内に女性専用のコーナーができました。わーい、素敵だよね。結構ね可愛い感じのスペースになっております。そこでね女性、そしてまたは、ご家族連れですとか、まあ、子供さんとかもね座れますので、ぜひそちらの方でゆっくりと競輪を楽しむことができますので、ぜひこちらもご利用いただきたいと思います。競輪場イベントお知らせがあります。6月14日月間イベントとしまして、フリースローチャレンジがあります。ぜひね、たくさんの皆様お越しをお待ちしてます。そして8月21、22、23、なんとリンリンサマーナイトフェスティバルがあります。イエーイ、すごい盛り上がると思うよリンリン、ね、たくさんの皆様ぜひお越しください、よろしくお願いします。そしてちょっとリンリン、これ何、これこれこれは何でしょう皆さん見てください、じゃーん、リンリンのオリジナルグッズができました。これまず第1弾ってこと、すごいね。これどこでもらえるのかな。まあリンリンのね、いろんなイベントの時にクイズでね当たった方とかもらえたりとか、あとはなんと NCV さんの視聴者の皆様にもあげちゃうのね。リンリン嬉しいね。ぜひねたくさんの皆様に使ってもらいたいと思います。 NCV さんを見てる方ぜひねどんどん応募していただきたいと思います。
リンリンのマフラータオルを抽選で10名様にプレゼント。はがきまたは E メールに必要事項をお書きの上、ご覧の宛先までご応募くださいね。